はい、どうも皆さんこんにちは。今日は2020年の12月9日ですね。で、本日場所は広島県の呉市からずっと橋が出ている飛島街道っていうのがあるんですけど、その飛島街道の一番奥、岡村島という場所に来ました。で、さらにはね、その岡村島の中にあるこちら、はい、無料キャンプ場、正月花キャンプ場という場所に来てみました。で、一応キャンプ場っていう名前がついてるんですけど、これです、はい。これがキャンプ場の全域ですね。めちゃくちゃ狭いっす。ソロだったらね、多分これ2張ぐらいは多分いけると思うんですけど、大型のテントとかね、ファミキャンだったら下手したらこれ1つで終わっちゃうんじゃないかなっていうぐらいの、狭いキャンプ場です。で、設備的にもですね、ほとんどもうないに近いようなもんですね。で、ここのとこに一応ね、公衆トイレはあるんですけど、もう炊事場とかそういうのはもうないんで、まあね、ほんと場所があるだけって感じです。まあ今日はですね、こう目の前に瀬戸内海がバンと広がってますんで、設営終わったらね、ちょっと久しぶりに釣りでもしてみようかなと思います。はい、というわけでですね、本日こちら愛媛県今治市正月花キャンプ場より1泊2日のソロキャンプお届けしていきたいなと思います。それではやっていきましょう。はい、じゃあね、こんな感じで設営完了です。本日テントはビガスで来ましたね。もうここのキャンプ場ね、来る前から狭いっていうのが分かってましたんで、もしね、他の方がいらっしゃったらちょっと撮影するのが難しいかなと思ったんで、この全室の広いね、ビガスで来ました。で、テントの中はね、もう一緒です。はい、毎回同じなんですけど、インナーつけずにね、今回もコットで寝るスタイルでやっていこうかなと思います。で、テントの前なんですけど、こんな感じでね、テーブルといつものスノーピークの焚き火台で、今回もね、このブリッジまた使ってね、調理していこうと思います。で、もうこれからね、早速釣りもしていこうと思いますんで、こんな感じで、釣り竿セット出しております。はい、というわけでね、もう早速一杯飲んで釣りしていこうと思います。はい、時刻は12時21分、外気温が 13.6 度です。はい、じゃあね、到着後、設営終わりのね、1本飲んでいきたいなと思います。というわけで本日のビール、こちらです。はい、金麦の深入りのコク限定醸造ですね、こちらをいただきたいなと思います。じゃあね、本日お仕事終わりに見てくださってる皆さんもご一緒に乾杯。あ、うまい。あ、これ美味しい。あの、名前の通りめちゃくちゃ濃いです。あの、前回飲んだ金麦の何だったっけ、あっちよりね、俺はこっちの方が好きですね。めちゃくちゃ好みなんで、見つけたら皆さんぜひ買ってみてください。あ、うまい。はい、まあ、そういうわけでね、まあ、今の時間がまあ12時過ぎなんで、夕方までね、実際問題今日は何もすることがないんですよ。で、あの、こっからね、ずっと夕方まで伸びっぱなしっていうのもまあいいっちゃいいんですけど、ちょっとね、今日体が疲れてますんで、まあ、仕事してないんですけど、ずっとね、伸びっぱなしもちょっとしんどいんで、まあ、せっかくね、目の前に海がバッと広がってますんで、もう早速釣りしていこうかなと思います。で、今日なんですけど、その釣った魚だけでどうにかするとかそういう感じじゃ全然ないんで、で、夜は夜でもう別のね、食材とか持ってきてますんで、それをね、作って食べようと思うんで、まあ、なんというか娯楽というかね、キャンプも楽しみつつ釣りも楽しむみたいな感じでね、やっていこうかなと思います。なんで、まあ多分ないと思うんですけど、もし万が一ね、めちゃくちゃでかいやつとかすごいいいのが釣れた場合は、朝方までまあ生かしとって、朝ね、帰る時にも閉めて持って帰ろうかなと思います。はい、というわけでね、まあこれちょっと1本飲んだら早速釣り始めていきたいなと思います。ちなみに針はこれですね、マルセイゴの12号、まあ毎回使ってるんですけど、これにですね、重りがジェット天秤のこれ8号かな、ここにね、こう一本針でズドンとつけてるだけなんで、もうめちゃくちゃシンプルな仕掛けです。とりあえずね、もうこれでやってみようと思います。
はい、今ですねこのキャンプ場のすぐ裏側のとこに来たんですけど、ここのとこがねめちゃくちゃ流れが速いんですけど、この反対側のとこはね全然流れ速くないんで、こっちで釣りしてます。でまず1匹目なんですけど、こんな感じでねちっちゃいタイが釣れましたね。これはね逃がしてあげようと思います。フグが釣れました。フグ結構でけえなこのフグ。あーやばい、切られるかもしれん。あーやばいなこれ、取り返して。はい、おお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 お、これ見て、これこの黒いやつ、これねさっきあのバケツで水汲んだらね謎の生物が捕まえれましたね。で釣りの方はですね、さっきあのフグがかかって針外してる時にも糸切れちゃいましたんで、このタイミングでね終わりにしたいなと思います。まああの釣果はね大したことありません。はい。でねこの下の方ちょっと見てみると、こんな感じでねイカの墨が結構残ってますんで、ここね多分イカは結構有名だと思うんですよ。ただあの魚はですね自分の方には大したのはかかりませんでした。はい。まあでも非常に楽しかったですね。あの魚に遊んでもらいましたんで、あの面白かったです。というわけで、ぼちぼちですねキャンプ場に帰って焚き火の準備したいなと思います。はい、ただいまと。よっしゃ、じゃあ晩ご飯の準備しましょう。これねドリップオンのスペシャルブレンド4割引きのやつ、これがねあともう2つありますんで、これをね早いとこ飲まんとき飲んで、今日これ飲みます。はい、じゃあいただきます。
うまい。このたまにはね、昼間からコーヒーっていうのもなかなかいいですよね。まあ、いつもね、ちょっと酒ってしすぎてますんで、まあ、今回はね、こういうのもいろいろ挟んでいってやろうかなと思ってます。というか、なんていうかね、ちょっと今日酒があんまり欲しくない気分というか、俺の内臓がね、ちょっと今日は控えめにしとった方がいいよって言ってる気がしますんで、ちょっとね、まあ、ノンアルとまではいかないですけど、今回はまあこういうのも挟んでいってやっていこうと思ってます。はい。でちなみにね、今の時刻なんですけど15時40分、外気温が 17.3 度ですね。で今ね、ものすごい強い西日がこっちの方からねずっと降り注いでるんですけど、もうちょっと経ったらね晩ご飯作っていこうと思います。ストロングゼロ、リンゴダブル、アルコール度数は 9% ですね。いただきます。じゃあ乾杯。うまい。で現在の時刻がですね16時35分、外気温が 10.8 度です。ちょっとね、まあ、気温が下がってきたんですけど、さっきまでねすごい強い西日がずっと照りつけてましたんで、あんまりね寒さは感じないですね。まあ、どっちかというとねちょっと暑いぐらいな感じでしたね。でもうランタンの燃料も入れ終わって、焚き火をねいい感じに置き火ができてきましたんで、これからですねちょっと晩ご飯作っていこうと思うんですけど、今日はですねとある映画でめちゃくちゃ話題になった麺料理を夜ね晩ご飯で作っていこうと思うんですけど、まあ皆さんちょっと申し訳ないんですけど、この調理シーンをね前編の動画に入れちゃうと多分尺としてね15分超えちゃうと思います。申し訳ないんですが皆さん、その調理シーンはね後編でお届けしたいなと思います。というわけで、前編動画ねここら辺で終了しようと思いますんで、皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と概要欄からインスタのフォローとツイッターのフォロー、グッドボタンよろしくお願いします。それでは後ほどまた後編でお会いしましょう。じゃあね。ここのキャンプ場ね、こんな感じですけど、めちゃくちゃ電波がいいんですよ。海がね、もう目の前な。夜釣りライブでもね、ちょっと初めてやってみようかなと思います。はい、皆さん、ちょっと緊急事態が発生しました。今ですね、ライブ配信の準備をしながら、